I don't know. こんばんはです。ということですね。はい、ポンポンどうも。タイトル変えるか。ちょっとドラクエっぽくゲームっぽくね。はい。ゲームっぽくやっていきますか。ドラクエみたいな音楽かける。俺ドラクエとかあんまやったことないからな。ドラクエなんてほぼやったことないんですよ。戦闘 BGM とかのがいいよな。ドラクエあんま知らないからな。あ、これ知ってるかも。働けとか余計なお世話で本当だよね。なんか勘違いした人たちがいっぱいいるけど、だってさ、
あなたに 俺って関係ないやん、全く赤の他人やん。赤の他人に働けって言われて響くような人なんて、そもそももうとっくに働いてるんですよね、うん、ネットでスニートです、イエーイみたいなスタンスで配信してるやつってもうそこどうでもいいんですよそのさ、ネットでね、俺ニートなんだけどイエーイみたいな感じで配信してるやつ、まあ俺のことなんですけど、そんなのどこの誰だか知らないね、顔も声も名前も知らない、そんなやつにコメントで働きよって言われて、その言葉一つで働くようなやつじゃないことぐらいわかんない、そんなことしてるやつなら。そんなの響くわけないからね、うん、マジで、うん、いやうん、あ、ポンポンだもん。ああ。これから40代、50代ともっと悲惨になるのが楽しみです。うん。まあ俺はね、どっちにしろ40になろうが50になろうが多分配信はやると思うんですよね。うん。40、50になって、悲惨、どんだけ悲惨になっても、その悲惨っていうのをネタにして多分配信すると思う。もし俺が大飛躍ね、配信とかでしたら、それはそれで、ね、まあ評価とか、まあ別になんて評価っていうか、まあそういう成功したという配信コンテンツとしてやっていくと思うけど、失敗したら失敗したというコンテンツで配信を続けるまでなんですよね、結局。うん。結局そうなんだと思うんだよね。まあこれがね、配信なんてね、もう人生業とかなんか誰かが言ってたかもしれないけど、うん、そういうとこはあるかもしれない。あ、ポンポン上がす。うん。あ、そうだ。そういえばさ、TikToker の純也さんっているじゃないですか。なんかTikTok 昨日ちょっとライブの方ですけど、なんかね、初めてやって、で、ちょっと TikTok 他の人どんな感じなのと見てみようと思って、純也さんのね、動画を見たんすよ。うん。そしたら、まあもちろん再生回数とかとんでもないんですけど、あ、ポンポンどうも。なんかね、なんだろう。日本語を全く喋ってないかと思ったら、もちろんほとんどの動画で喋ってないんだけど、なんか喋ってる動画もあって、でもまあほんと一言二言ぐらいなんですけど、あとは全部リアクション芸だから、うん、まああれぐらいだったらまあ、なんだろう。もう別にそれぐらいの言葉わかんなくても、外国の人は見るかと思って、まあ基本的にリアクション芸がメインなんで。うん、でも TikTok ってさ、なんかまあ TikTok のなんかショート動画みたいなのあるじゃん。あれ15秒とか30秒ぐらいだと思うんですけど、あれを見てなんか確かになんかそれなりに面白いなっていう思う。なんかあとよくそんだけ考え込んだなとか、あと BGM の挿入の仕方とかなんか見せ方がうまいなっていう動画って結構あったけど、そうなんかさ、
純也さんって全く編集してないんだなと思って、基本的に、うん、もう全部の動画見たわけじゃないから、中には編集してるやつあるんかもしれないけど、俺がパーッとなんか適当に見た、いくつか見た動画、全部ノー編集、音楽も挿入してなければ、何の編集もない、テロップすら入れてない。うん、え、本当にこれ、本当ただの一発撮りなんですよね。15秒とかの一発撮りで、何の編集もなしであんだけ受けてるんだと思って、すごいと思って。うん、なんか編集ってさ、俺簡単なことしかできんし、あと TikTok の編集のやり方も知らんし、うん、まあ Adobe とか使ったことあるけど、まあもちろんそのパソコン上でなんかこう動画をこう保存して、まあ例えばスマホで撮ったやつをパソコンに映して、でそれで Adobe とかで編集すれば、もうやり方結構忘れちゃったけど昔やったんで。ある程度の編集はできるけど、多分 TikToker ってそういうやり方じゃなく、いや、ちゃんと凝ってるやつやってる人は、なんか多分そういうやり方してるんだろうけど、なんか、なんて言うんだろうな。なんかちゃんとテロップとか、なんかここら辺になんかこういう、なんて言うの、テロップっぽいやつっていうか、なんて言うの、そういうのとか挿入してる人とかは、多分そういう風なやり方なんですよ。Adobe とか使ったりとかしてやってるんだろうけど、なんかこう、ほら、女の子がさ、なんかこう、ちょっと踊ってるようなやつとか、で音楽なんかバックで流れて、でちょっとしたなんか編集がある、本当に簡単な編集があるみたいなやつは、多分あれ TikTok のアプリ内でそのできる編集だと思うんだよね。多分 TikTok アプリって多分編集とかもできると思うんですけど、そう、でもどっちにしろ俺どっちの編集もやり方、まあ正確にはその Adobe の方は多少はいじれるんだけど、でも超簡単なんしかいじれんし、しかももう昔やったんでもう忘れちゃったし、うん、そう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 。だから俺編集ってものが基本今多分できんから。うん。だからさ、でも編集ないと結構やっぱきついじゃん。うん。でも、編集を全然してない人がこんだけ再生回数あるんだって。まあ、純也さんはね、特別だとは思うけどね。特殊だと思うけどね。海外の人に見られてる人だし。日本向けではないし、なんか特殊だとは思うけど、ノー編集でここまでいけるんやって思った。で、純也さんってまあ日本人に受けてないと思うんで、ぶっちゃけ。海外の人に受けてるだけだから、うん。そう。だからまあ特殊だとは思うんだけど、うん。だって俺びっくりしたもん。うん。あ、ポンポンどうも。なんかさ、俺 TikTok ライブやってさ、昨日すごい人結構来てさ、その中でやっぱり TikTok で一番すごいのはやっぱ純也さんなんですか、日本でやっぱ一番すごいのは純也さんなんですかって言ったら、純也って誰だよとかっていう結構コメントあって、ええー、って思って、ほんとコメントの多分8割9割がいや純也って誰とかって言って、ええー、って思ってTikTok って純也さんのあのホームじゃないですか、そこでそんなレベルなのと思って、うん、マジかと思って、本当にだから外国の人しか見てない。でもフォロワーがあんだけいて、なんかあのほらヤフートップとかでね、ジュンヤとかヒカキン抜いたみたいなさ、フォロワー数でさ、そういうの取り上げられたりとか、そういうことがあって、あの TikTok の方で、まあライブの方だけど8割9割ぐらいは知らないみたいな感じの反応だったから、うん、あ本当にガチでこんだけそういうさ、なんかなんていうの、TikTok ってホームプラスなんか Yahoo トップで宣伝されたりとか、なんかそういうのもあるのに、そんな状態でも日本の人ってそもそも純也っていうものを知らない人がここまでいるんだと思って、うん、なんかほんと特殊な人だなと思いました、うん、まあ他のクリエイターって基本的にさ、 YouTuber も TikToker も日本の人ってやっぱ日本人向けに作る人ばっかじゃないですか、うん、日本人なのに海外向けに、まあ、本人が海外向けにやってるのか、やろうと思ってるのかは知らないけど、うん、そう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 、ほんと特殊な人だですけどね、うん、って思いましたね、うん、はあ、いやーでも純也さんはちょっとね違うかな俺は。ああ、純也さんは違うな、俺。目指すとこじゃないな。ああ、
いくらフォロワー数がバズってもやっぱりなんかこう日本人に受けたいね、うん、だって海外に受けてもさ結局なんかこう海外のなんかあ面白みたいなでなんか距離感があるじゃん、あのもちろんあのそのリアルな距離っていうのもそうなんだけど、それ以外の話もしてますよ、うん、それ以外のことも含めてね、うん、リアルにその純粋にその見てる人のね、あの日本と違う国がめっちゃ距離が遠い、その距離もあるし、あとなんかこうやっぱ日本人に受けたい、日本人にモテたい、日本人にでチヤホヤされたいっていうのがあるから、うん、やっぱ僕はね日本人に受けたいですからね、どっちかっていうと、うん、であとなんかその海外の人が受けるなんかこうなんていうの、ああいう一発芸みたいなのも、なんか難しいと思うしね結構、うん。TikTok の前に、YouTube の前に TikTok で人集めできます。それはちょっと思った。うん、一番俺やりたいのは YouTube なんだけどね。うん、でも、まあ、そのすぐ TikTok、あ、すぐ YouTube 行けないんだったら TikTok、まあ、俺の ほぼライブがメインになっちゃうから、多分あれなんだけど、うん、TikTok、多分 TikTok もライブじゃなくて動画の方が絶対いいと思うんだけど、うん、でもまあ、基本俺ライブになっちゃうと思うから、そう、まあでもそこでちょっとずつあの知名度を、今 TikTok もねすごい人いっぱいいるし、あと有名な YouTuber もね TikTok 今すごいから点で来てるぐらいのレベルで、うん、で人結構いるみたいだしね、だからまあ TikTok やってからもし結構人がいたら、それもなんかその YouTube やった時のそのなんていうの、 TikTok 民が YouTube に来てくれるっていう、うん、その足し算っていうかさは多分強いと思う。正直ふわっち民とかニコ生民なんて本当に大した戦力になんないですよ。ニコ生とかふわっちで頑張っても結局 YouTube 行っても、みんながみんなそもそもじゃあふわっちの配信者が YouTube 行きましたって言って、じゃあふわっち民が仮に1万人いても1万人中何人が YouTube までついてくる来てくれんのっていう。で仮に1万人中1万人がついてきた来てくれたところで YouTube で1万人ってマジゴミでしかないからね、うん、再生数とかフォロワー数とかただの超過疎 YouTuber とも言えないレベルのただの過疎の人だから、うん、でも TikTok はなんだろう、やっぱりふわっちとかニコ生とかに比べるとやっぱり今すごいね人いると思うので、うん、それだったらまだ多少その戦力になるのかなって、仮に YouTube 行った時のってのはちょっと思った。でも実際さ今さ、じゃあ TikTok、 まあ俺の場合別にその海外じゃなくて日本で受けたいんですよ、うん、じゃあ日本人限定でその今 YouTube を見てる人と日本人限定で TikTok を見てる人の総人数みたいなさ、どれくらいなんだろうね、うん、そういうのちょっと気になるよね。あとふわっちとかニコ生とかツイキャスとか他にも LINE ライブとかいっぱいあるけど、そういうのもなんか全部さある程度見てる人のなんかこう人数というか、そのそういうのってすごい気になるけど、多分そういうのってなかなか出せないと思うんですよ、うん、まあ一つの基準としてはじゃあ例えば YouTube で一番登録者がいる人とか再生数がいる人で、 TikTok は TikTok で一番再生数がいる人とかフォロワーがいる人とかで、他の配信サイトでもそういう感じで見ていけば、ある程度のこう、うん、こんくらいなのかなみたいなのは分かったりするかもしれないけど、うん、まあ純也さんの場合はちょっとあれだけどね、海外に受けてるからあれはちょっと特殊だからちょっとあれだけど、うん、いや「ヒカキン」もそうだけど10代人気なのが、近道な気がする。てかそもそもターゲットとしてはまあ10代から10代からそうだな、10代から50代ぐらいに受けるものがいいんじゃないのかなと思います。うん。もう50を超えると多分、
TikTok とか YouTube とか見る人ってかなり減ると思うんで、うん、そう。だってね、今の50代の人って、小さい、自分がさ、小さい時からパソコンとかスマホをいじる、そういう文化がなかったし、うん、そんなね、50以上とかの人になると、なかなかこう、そもそも YouTube とか TikTok を開かないみたいな人多いと思うんで、うん、そうそう、まあビジネスってわけじゃないけど、そう、それはね思うんですよね。うん、まあずっと言ってるけど、でも今の若い人が、俺たちの世代が50、60、70、80、90とかになったら、今までもこのね、あのこのネットの感じが、あのこういうなんか衰退してなかったらネット配信なの。そしたらあのもっとネット配信は盛り上がるよね。だって俺たちは若い時からスマホとかパソコンいじってネットの配信を見るっていう文化があるから、その人たちが多分50、60、70、80になっても多分見るんですよね、ネットの配信を、テレビとかじゃなく。そう、だから将来的にはネットの配信がもっと盛り上がるって言ってるんだけど、そう、今の、あの高齢の方は絶対その 見る人少ないから、見れる人が少ないから、うん、だから今はあの10代から、まあ、50代ぐらいまでかな、あの人に受ける動画をやってる人が一番受けると思う。で、特にもちろんその10代から50代っていう、まあでも結構幅広い年齢、うん、幅広い年齢だから、うん、なんて言うんだろうな、そのもちろんその10代から50代全ての人に受けるような動画が作れれば、それが一番越したことないんだけど、でもそういうのって結構難しいと思うんですよね。やっぱどこかの年代に特化したみたいな動画の方が多分伸びやすい動画を作りやすい、そういう動画の方が多分作りやすいと思うから、そうなった時に、じゃあメインターゲットをどこにしようっていう、その年代だけのことを考えたら、まあ確かに10代とか20代、30代ぐらいまで、うん、そこら辺に受ける動画をなんか作った方がいいのかなと思うよね。そこら辺が特に一番見てそうじゃん。ネットの配信とかを、うん。そこら辺の多分、マーケティング戦略的なことなんですかね。わかんないですけど、その、うん、一番10代からね、10代からじゃあ100歳まで生きる人がいて、100代までのことを考え、まあ100歳まで生きてる人がそもそも少ないけど、うん、って考えたら、まあ多分、あれなんですよね。10代とか、うん、20代とか、そこら辺が多分相当多いと思うんでね、ネットの配信見てる人。うん。だからやっぱね、なんかオールマイティの年代にこう受ける人ってなかなか難しいと思うので、うん、そうなった時にもうなんか年代でターゲットを絞るってなったら、確かに間違いなく若者向けの、若者が見たくなるような動画を上げた方がいい、うん、延長します？あ、延長じゃない、次枠行きます？延長はしないよ、5時間かかるから、うん、体調はいいのか、うん、なんかね、昨日今日ってちょっと下痢だったね。でもちょっと収まってきた今日。昨日結構下痢っぽかったな。うん。難しいよね、お金を稼ぐっていうのは。うん、でも世の中さ、簡単にお金稼いでる人もいると思うんですよね、比較的。うん、だってさ、本当にか、なんか全然稼げない人からしたら、ね、100万稼ぐのってめちゃくちゃ苦労すると思うんだけど、うん、でもなんか本当に稼ぐ能力とか、稼ぐ、うん、なんかものをなんか構築できちゃってる人とかだと、まあ、100万稼ぐのってそんな難しいことでもないと思うんで、うん、そうだね。だからまあね、例えば孫正義さんとかからしたら100万稼ぐのってまあたわいもない話じゃないですか。石油王とかからしたら
まあたわいもないよね。100万ぐらい稼ぐの。いや、楽勝でしょ。うん、超楽勝だよね。全然大して時間もかからず楽勝に稼げる。うん、でもまあ普通になんか働いてる人からしたらそれは100万稼ぐってめちゃめちゃ大変だと思うので、めちゃくちゃ難しいと思うし。うん、そうですね。宝くじでもやれば当たる確率少ないけど、たまに買ってますよ、たまに。たまにね。うん。まあでも宝くじに頼るじゃんようじゃもうおしまいっすよね、正直現実的に考えたら。宝くじ頼みってもう本当に終わってますよね、現実的に考えたらね。いや、それ当たりゃいいけど、まあ当たるなんてもう。そんな神頼みもいいとこだよね。もう神に頼ったらおしまいよ、ほんと。現実的に考えたら。まあまあまあ、ルナもまあね、宝くじに近いようなとこはあると思うけど。ルナも確かに宝くじに近い気はするけどね。関さん、宝くじとか控除率低いからやらないと思ってた。ああ、なるほどね。結構期待値追うようなことを俺普段言ってるからってこと。まあでも、まあ宝くじって別にほら、期待値を追ってじゃなく、夢を持って買うし、そうそうそう。期待値があるものにはもういくらでも突っ込むけど、そんなさすがに控除率もクソみたいな、でそれでいてまあなかなか当たらないような宝くじはさすがに爆買いとかはしないから、だから本当だから夢を買ってる感じだよね、宝くじは。そうだからもう感覚が違うからさ、だからまあ宝くじは買ったりしますよ、たまに。なんか定期的に買ってた時もあったけど、今はまあちょくちょくたまにって感じですかね。毎回買う感じではないですね、今。あ、ポンポンどうも。そうっすね。競艇はもうやらなそう。いや、競艇ね、ちょくちょくやってた時ありますよ。まあでも、無理だよね。競艇とか、競馬とか。控除率考えたらさ、しかもなんかその、控除率も結構悪いのに、なんか結構宝くじより現実的じゃん。なんか結構ある程度硬い馬とか買うと。だからそれだから熱くなっちゃうからね。それでいて控除率もそんな全然良くない方なんで。一番の魔物だよね。競艇とか競馬とか。だって宝くじとかさ、もう控除率とか確率考えたらさ、そんな熱く買う人ってなかなかいないと思うんですよ。結構現実的にありえちゃうものだから熱く張っちゃうわけじゃん。その競艇なり競馬なり、なんかそのバカラとかルーレットとかもそうだけどさ。そこが本当魔物が住んでるよね。あ、通学行きますか。あ、ポンポンどうも。競馬はもうやってないですね。全くやってない。最後やったのいつって感じ。競艇はたまにやってる時ありますけど、でもまああれですけど。あ、通学行きます。